ユラ港は和歌山県日高郡ユラ町及び日高町にまたがる港湾である。1953年8月1日に地方港湾に指定される。港湾管理者は和歌山県で避難港にも指定されている。ユラ港の歴史は古く、太平気に登場するほどまで遡れる。周辺は典型的なリア式海岸で、水深は深く長年にわたって、 漁港として栄えていた。昭和の時代に入ると天然の良港である、この地に注目した大日本帝国海軍が1939年にキー防備隊を設けた。1945年終戦に伴い同部隊は解散したが、1952年に保安庁警備隊大阪航路警戒隊本部、揺ら基地が設けられ、1954年に 海上自衛隊由基地分検隊が発足され、現在に至る。推進の深さが幸いして、大型船が入港できるため、周辺地域で産出される骨材を利用した、セメント産業が盛んで、さらに三井造船の造船所が誘致されるなど、基地中地域経済のようとなっている。また、悪天候時には緊急避難港としても利用される。かつて、 1928年から1968年まで、紀勢本線紀伊由来駅から貨物支線が伸び、港湾そばに由良内駅があった。2015年度の発着数は2344席である。境界線の北端は、上谷崎から始まり南西方向に伸び、有島を経由して南西方向に伸び、もう一方の境界線は、日高町にある片食い先から、 北北西方向に伸び、両線の交点の内側が、由良港の港湾区域となる。ありがとうございます。